え、レオさん、スパチャありがとうございます。レイカーズ勝ちましたね。日本人初のプレイオフ1回戦突破最高です。あ、言われてみればそうなのか。40点差で勝てたのはめちゃくちゃでかいじゃないですかね。はい、えー、キスパートくんさん、メンバー2ヶ月目ありがとうございます。レイカーズにとってキングスとウォリアーズどっちが相性いいと思いますかえー、キングスの方が相性いいと思いますね。ウォリアーズは大変なんじゃないですか。相手、じゃあウォリアーズだとするじゃん。 ごめんねキングスワン申し訳ないけどちょっとウォリアーズだとするじゃん。 相手がウォリアーズだとして、今日の戦い方でウォリアーズに通じるのかなみたいな、ちょっと不安もあり。で、おそらくそれも考えて、こう、今までトロイ・ブラウンとかマリク・ビーズリーを引っ張ったのかなみたいなことも考えたりしちゃった。確かに八村を出すことが、まあ、グリーズリーズ相手には最前手ではあったと。まあ、蓋を開けてみたら、まあ、結局八村出してた方が良かったよねっていう。 ただ、まあ、次がもし仮にウォリアーズだとしたらうーんどっちかっていうと3ガードで戦いたかったんじゃないかなっていう理想は3ガードでグリズリーズを後できてるできることが、まあ、ハムにとっての理想だったのかもしれないなみたいなところを考えると。 こうなんか、今日、まあ、グリズリーズには勝てたけど、次を見越すとどうなんだろうなっていう気もしましたね。いや、でもやっぱ、ウォリアーズにしろ、キングス止めるにしろ、やっぱ3ガードに頼ることになると思うけどな。俺、八村とレブロンがやっぱ走り回ってる姿あんま想像できないんだよね。だし、その、キングスもそうだし、ウォリアーズもそうなんだけど、相手のその走り回るオフボールの動きが多い、 相手に対して、そう、どういう解決策を持ってきてるかって、お互いガード陣の枚数を増やすっていうところだから。だから、テレンス・デイビスとかがね、ゲーム6めちゃめちゃ出てたのもそうだし、やっぱり、ああいうチームを止めるためにはガードの力が絶対必要になるから。ウォリアーズ相手にレギュラーシーズン、レイカーズは3対1で勝ち越してる。なるほど。だそれは3ガードをやってたんじゃないですか。その時は、 ダービンハムは、八村とレブロンを走り回らせてたんですかね。ロニー、ロニー・ウォーカーありだと思うよ。いや、だから本当はね、本当は、その、正直デズモンド、あの、ちょっと口悪いけど、デズモンド・ベインに翻弄されてる時点で、ちょっと厳しいなって思っちゃうのね。デズモンド・ベインのランニングにあんなに翻弄されてたら、いや、キングスとかウォリアーズど、どうするんって思っちゃうよ。 で最終的に、こう、デズモンド・ベインに翻弄されないように、その、八村をついて対応してきたっていう風な見方ができてしまうんだけど、俺はそうじゃないと思ってて、でもそれを言うとなんかすげえ噛みつかれそうだからさっきから怖くて言えなかったんだけど、その、 ま、確かにデズモンド・ベインを止めてたシーンもありました。だから、それは、こう、もしかしたら、本当に八村がデズモンド・ベインを止めれると考えて、あの、トロイとかビーズリーよりも優先したのかもしれんけど、なんで止めれてるように見えたかって言ったら、オフボールスクリーンだとしても、ハードショーで AD が助けてくれるって、 っていうシステムに1ピリから変えたのが大きいと思ってて、あそこでもう、なんだろ、う AD が頑張って外に出てくれるんであれば、別に走り、追いかけっこして、こう、ぴったりついていける能力がそこまで必要なくなるわけよ。だから俺、ロニー・ウォーカーを出すのは、ドロップディフェンスを継続してる時の話というか、まあ予想であって、ハードショーに対しては、むしろその、チェイサーよりも、 ただ、マリック・ビーズリーとか、ディアンジェロ・ラッセルとか、あっち系のディフェンダーで十分だと思ってたよね。まあ、なぜなら、AD がカバーしてくれるから、自分一人で頑張る必要はないと。っていうのがあったから、だったらもうじゃあ、八村出しちゃってもいいかもねっていう。で八村が思いっきり、こう、その、ベインのオフボールの動きに対して、がっつり体張って止めれてたかって言われたら、俺はそうは見えなくて、むしろやっぱり遅れる時もあったし、まあ抜かれた後にブロックでき るっていう能力がね彼の良さではあるけど今回はデズモンド・ベインだけどやっぱりキングスとかウォリアーズが相手になると、まあ、その辺が目まぐるしく、ね、いろんな選手がやっぱ動いてくるからでハードショー出ちゃうとやっぱりグリズリーズと違ってウォリアーズとキングスはカッティングも同時に狙ってるチームだからだからハードショー出づらいわけよね。まあキングスはそれでも今ハードショー出てなんとか頑張ってるけど。 だからそういう意味で今日の勝ち方はゲーム6に勝負を決めてきたっていう勝ち方って意味では理想ではあるんだけどただウォリアーズとかキングスを相手に考えた時にまあ今日のロスターで多分あんまり勝負を挑む気持ちはないんじゃないかなと思って先を見据えるとまあそこまで理想的でもハムからしたらやっぱ3ガードで対抗したかったっていうのはあるのかなとかね っていう、なんか、俺の印象だけで語ると、やっぱ僕は、あの、メンタルが弱いんで、あの逆張りとか言われちゃうと、ちょっと悲しい気持ちになるから、そう思う、えー、プレイをちょっと一つ見せます。はい。だから許してください。<laughs> 僕が、あの、はい、妄想癖ではないということを、えー、3、3ピリだったかな。3ピリの、残り3分ぐらいだったと思うんだけど、 えー、確かこの辺だったと思うんだけどな。タイムアウト前か。いや、タイムアウト後だった気がするんだよ例えばこれ、これかな。これもまあ3ピリベイン、八村がついてるわけだけど、まあ、ベインが走ってきて、で、スクリーンかまされて、で、俺、 ま、結局ね、これ、剥がされてると思うんだけど、これが、俺の中で、チェイサーとして機能してるとは、俺は別に思わないんだよね。この状況、別になんか、デズモンド・ベインに、八村がプレッシャーかけてる状態ではない、と思うのよ。で、結果じゃあ、ベイン結局攻めれなかったんだけど、結局ベインがなぜ攻めれなかったかっていうと、八村が攻めさせないようにしてたわけじゃなくて、あくまでもゲイブリエルが、 シディフェンス気味に高めにディフェンスで守ってくれたからなんとかベインに攻められなかっただけでもしこのままドロップディフェンス続けてたらそのままフローター打って終わってたと思うんだよね。うん、っていうだからそのベインを八分が止めれてたとは俺は思えなくて。 うーんまあ、レイカーズの,そのハードショーっていうシステムが、まあ、八村を支えながら、まあ、チーム全体でベインを止めようねっていう感じだったのかなと個人的には思いますねそうで今のを例えばじゃあステフィン・カリーとかクレイ・トンプソンとかケビン・ハーターとかフォックスとかマリック・モンクとかキーガン・マリーとか。 ね、ああいう選手が、まあ、次の試合ではやってくるわけじゃん、まあ、ベインはこう、ね、今の状況でシュートを打てなかったけどもし仮にドロップディフェンスしてた場合、うん、まあ普通に打たれてるだろうなと思いましてだそうなるとやっぱガードを使うっていう手段に出るしかないんじゃないのって思うんですよねレイカーズがそれらを止めるのが難しいのはわかるけど逆はどう逆うん。 レイカーズがウォリアーズにアドバンテージあるところってちょっととどこだと思いますかウォリアーズとキングスがアドバンテージあるところを、まあ、どこかなって思ったら、まあ、そこのチェイスディフェンス VS オフボールシューターのところは八村とレブロンは多分止めれないだろうなっていうところでアドバンテージあると思うんだよね。 あ、そもそもサイズサイズあチ八村をスタメン、スタメンっていうかあれか。要はスリーガードやめて、うん、サイズね。ケボン・ルーニーが AD ついて、ドレイモンド・グリーンがレブロン・ジェームズついて、ウィギンズが八村・ルイついて、クレイ・トンプソンがリーブスついて、あ,あディアンジェロ・ラッセルついて、カリーがリーブスつく。別にサイズ勝ってなくない勝ってんのか。AD のところを、 その調子がいいんだったら多分ドレイモンド・グリーンがつくことにまあなるんだろうね。ただ、今の AD が別にポストプレイしたところで、ケボン・ルーニーだったとしても、そこまで効果的になるかって言われると、別にそんなこともないのかなって思ってるから、結構、そこがアドバンテージになる気はそんなにしなかったかな。ルーニーで AD が守れると思ってるらしい。うん。なんか言い言い方にすげえトゲがあるけど。 うん、別に止めれるっていうか、<ん> AD のポストプレイ、結局、ゲーム6、多分、ほとんどやってないと思うよ。で、結局、そこから、あの、逃げたって言い方が正しいか分からんけど、そこで勝負するのは諦めたからね、ハムは。だから、その時点で別にルーニーにアドバンテージ、ポストプレイで取れるとは全く思わないけどね。まあ、もちろん、その AD が復調する可能性もありますけどね。ただ、まあ、復調したら、多分、ドレイモンドが AD つくことになって、 で、ケボン・ルーニーがバンダ・ビルドついてとかになるんだろうね。バンダ・ビが出てるときはね。で、もし仮にバンダ・ビじゃなくて八村が出てるときは、まあ、ケボン・ルーニーがついてダブルチーム AD に行くとか、っていうことになるんかね。ポスト最初の方しかしてなかったよ。いや、普通にゲーム5も、まあ、少なくなってて、徐々にだから、期待値がすげえ AD 低かったから、徐々に本数は少なくなってたと思うけど、ゲーム5も一応、 なんだかんだやってたと思います。えちなみに、あのー、今年のプレイオフ、AD はリーグで2番目にポストプレイしてますね。1試合で平均5.3回してて、で、期待値が0.56だから、まあ、圧倒的に、はい、確率は、効率は悪いですね。フィールドゴール、ポストからは27%。ターンオーバーフリークエンシー 18.、18.8%。一番は、その、 レブロンがマッチアップメイキングして、そのカリーとかジョーダン・プールをいじめることだけど、そのグリズリーズ戦のレブロンを見ると、もう自分で何かするってよりかは、もう完全に脇役に回って、ハンドラーの攻めをこうアシストするっていう、サポートするっていう役割に回ってたから、だからなかなかそのマッチアップメイキングしてどうにかするっていう、今まで優勝してきたレブロン・ジェームズの姿が今年は想像しづらくて、 だからそこのアドバンテージ、サイズのところも狙ってこないんじゃないかな、そんなに。うん。だから逆に、その、ケボン・ルーニーが AD を止められないとしたら、AD がポストプレイじゃなくて、ピックアンドロールでダイブしてくるのに対して、その、止めれるのかっていうところの方が多分、アドバンテージ取るんだとしたらそっちの方でじゃないかな、ポストプレイっていうよりかは。まあ別にレギュラーシーズンの AD の期待値が別に低いわけじゃないから、 まあ、復調すればね、別に、またやり出してもおかしくはないとは思うんだけど。そもそもサイズで勝てるならそんなに優勝してないウォリアーズ。そうね。サイズが弱点やみたいなこと言われて、優勝し続けたのはウォリアーズだもんな。AD にグリーンつけるのは全然いいと思いますよ。ただ、バンダビルドが出てる時に限るんじゃないですかね。ケボン・ルーニーが誰ついていいかわかんなくなっちゃうから。レブロンつくわけにもいかないし、ハチムラつくわけにもいかないし。